返しがプレッシャー、安藤体を当てながら仙台はこのボールプレッシャー、はい、非常に持ち味ですね。そして最後は2か地下選手が2点を取り合うというリフォード、リフォードにトーマスがついています。能力のパスでトラビスジャンプスリー、あ、これを決めてきた、ね、トラビス選手引き離されました。このトラビス選手のショットもコンテストされていて難しい、ニアは先ほどスリーポイント決めています。リッケイのスピークノールを使って今度はジャンプスリー、ツーヤマも止まらない2連発。少しあの切り替えて、まずやはりケイがパスを出して、そしてパスコーナーで待っていた阿部のスリーポイント、 100% 継続ですね。ここはトラビス決めてくる、強いですねトラビス選手。少し距離がありました、日系打つのはやめました。キックアウトパス、安藤ジャンプスリ ー、 いいです、ね、パスが縮めてきました。そういったところの活躍がないと簡単には追いつけないという点差にこの前半もここまではなっています。いやいいアタックですね、バスケットカウント。仙台はこのサーベがついていきますが引っかかって、ここからパス、トップの位置、トラビスが仕掛けてのシュート、右回転、トラビス選手素晴らしいダブルクラッチで、今のダブルクラッチ、もう一つ山なかなか入らせない。仙台のディフェンス、さらに2人がかりでバウトしました、パスして、そしてジャンプスリー、あー、これがあった、タフショット、よく決めた阿部と言っています。先ほどのすごいタフショット、ね、主導権このクォーター最後握り握るかもしれませんね。バーレル、あー、ダンクだ、出ましたね、強烈なダンク、バーレルという、阿部から一度ニック・ケイポストプレーからパス、津山飛ばしておいてからゴール下、今シュート、ダブルクラッチまで入れて裏から片岡を経由して加藤、ネイサンブース、ネイサンブース振り返ってのスリーポイント、じゃあここで決めてきました。難しいショットではあったんですが、日系トラビス、そして阿部をスタートから投入してきています。島根、この最初のポジション阿部からトラビス、ダンク、素晴らしいショットプレーですね。背番号6番の北川、ファウルを取ります。さすがにやはり谷口選手一人ではいたんですが、少し遅れた部分でスペースが空いてしまいましたね。このまま終わることになりそうです。1秒、はい、ここでタイムアップ、95対62、このゲームワンをホームの島根スタノーマジックが制しました。